皆さん、こんにちは。作家でヨガ講師、加古です。さあ、今日もねあの、元気に朗読していきますよ。はい。私、離婚します。妻たちのつぶやき、えー。第3章ね、今日は第3章の最後になってきました。クレジットの支払いに疲れて、エリザ46歳の場合です。 借金してる人いないですか大丈夫ですかはい、それではね、読んでいきますね。エリザ、46歳は結婚前も今も学校の先生をしている。彼はコンピューター会社で働いていた。二人が知り合ったのは美術館。偶然の夕立に会い、一緒に雨宿りしたのがきっかけで付き合いだし、一年後に結婚。エリザが33 30歳の時だ。 彼は贅沢がとても好きで、よく一緒に美味しいものを食べに行き、バレエやミュージカルを見たり、二人で楽しく過ごしていた。それだけならよかったのだが、彼は車も高級車を欲しがるし、家だって、家具だって趣味のいい高級なものを欲しがった。旅行もリッチに行く。共働きで子供がいませんでしたから、それも可能だと思っていました。 最初はおしゃれな暮らしを楽しんでいましたでも彼は新しいタイプの車が出ると次々に買い替えないと気が済まないのですやがて私たちはクレジットの支払いのために生活するようになっていったのですそうなると家なんてどうでもよくなるんですセックスはただのストレス発散の運動みたいになってしまってそれから間もなくセックスは自然にしなくなりました 40歳の頃でしょうか、この頃からエリザは離婚を考えるようになる、心底した支払いにくたびれました。幸い、子供もいませんでしたし、パートナーはこの人でなくても良いと思いました。エリザは43歳で離婚、家を売り、2人の借金をゼロにした。私は豪華な暮らしでなくてもいいのです。質素な暮らしで十分です。 愛を育てられるパートナーを探しています離婚したことは全く後悔ありませんはいあのもう短いですけどあのエリザさんの場合ですね、えー、そうですねー33時に出会って結婚してまあ43歳で離婚13年間の結婚生活であの離婚したんですねでもそうですねあのクレジット もうね、あの簡単に今、カードも簡単に作れますし、アメリカなんかはカード社会、だからカード破産してる人も結構いるんじゃないですかね。そう私はね、もうローンは好きじゃないんですね。 なので、クレジットもあの一括払いにして、まあ、使った分は即あの銀行にあの入れてます。なのであの、そういうクレジット破産はないし、あの手堅く言ってますね昔。昔の人っていうか、私ぐらいの世代の人は、多分そういう方のが多いんじゃないんですかね。若い人、危ないですね。簡単にカードが作れて、簡単にあのカード1枚でね、高額商品が買えたら、ちょっと買って、 てししまうかもしれないですよね,ねお,あのお金を支払うっていう感覚がもしかしたら薄くなっちゃうのかもしれません。まあこのエリザさんの夫の場合はあのそうじゃなくて高級なものばかかり欲しがるですね確かにね確にあのの高級なものはいいですよ。ね家だってあの小さい家より広い家がいいしね家具だって豪華なものがあった方がないよりいいでしょう。 ですがそこに住む人の愛情がなければまあ虚しく感じると思うんですよね。一番大事なのは家族の愛情人と人の関係性ねそこで豊かな愛情があるから家があの素晴らしいものになりますよね。狭いながらも楽しい我が家っていうねあの歌があったと思うんですけど昔ね。なので あの贅沢はダメですね。であの身分相応というかねお金がある人はいくらでもあのリッチな生活をすればいいですけどお金がないのにあのクレジットを使ってねリッチな暮らしをするっていうのはやっぱり分不相応で不幸になってしまうのかなと思いますね。そういうい人はヨガのあのあ 8子息の中の参答、えー、者、小欲、知足、ね、自分が今あるもので満足して感謝して幸せを感じていきましょうということをお伝えしたいですね私たちはもう今ある状態で実はすごく幸せなんですよね生きているだけでも実は幸せなんです だから今ある環境にあの、ね、満足していくっていうことも大事です。もちろん夢を持ってね、あの挑戦していくっていうことも大事なことですけどね。でも無理はいけませんね。はい。それでは今日ね、あのー、終わります。私離婚します。妻たちの つぶやき、ドキュメンタリー終わりました。で最後にですね、えー、マザーリングファミ,ファミリーナッシング研究所代表の竹永和子さん、今お元気でいらっしゃるんでしょうか、ね。この方が私の本のために言葉をね、寄せてくれました。ありがたいことです。感謝しています。愛がなければ生きられない。事例27が語る愛がなければ生きられない時代の幕開け。妊娠していても私の方を見ない。 体のことを気遣ってくれない、優しくない彼と次第に離婚を考え始める真由美さん。彼としながら彼と仕事をしながら、よく世間話をするように,になった。家庭の不満も彼はよく聞いてくれて、共通の話題がありましたと、だんだん夫に興味を持てなくなるゆかりさん。船乗りなので半年しかいません。これは楽だと 外見はハンサムでも趣味は家で寝ているだけだと聞いてがっかりしましたこんな人と一緒に暮らしても楽しくないだろうなと再婚しない選択をするサオリさん夫からの優しい言葉を期待しながらそれがかなわず離婚を選択していく妻たち水も不安も愛もただだった時代は過去のもの、えー、家種族本 種族保存を守り食べることに必死だった戦前お金を稼ぐことに夢中だった高度経済成長時期には考えられなかった離婚理由の数々を女性の我慢不足と片付けてはいけないよとこの27例を通して時代変化のセン,サーをセンサーを見事に掘り起こしてくれた作者森本和子さんの老作です。 ありがとうございます竹永さん女子供の感性はいつでも無意識に時代を先取りして私たちに警告してくれます水も安全も豊かに与えられていた日本で今日のように水も安全もお金を出して買う時代になったことを批評批判しても始まらないように これからは水と安全と同じように、愛も意識的な選択と責任と学習が必要な時代のまさに幕開けですね。 はい、事例に共通している甘えられない甘えさせられない男女の葛藤一見お互いに離婚なんかするダメなやつら甘えやがってと言われそうでもマザーリング五感のもてなし情緒的支援エモーショナルサポートが人間の成長力の根源に必要であることを長年説いてきた私の目には実に甘えることが下手な女性と無責任な関係なら甘えさせられるのに一旦責任を 背負い込む関係結婚になると途端に甘えさせられなくなって逃げる男性の事例の山のように見えます私もそう思います人は愛がなければ生きられない 愛とはその人と責任的に関わる芸術的技術でありどんな芸も学習し練習し熟達しなければならないように愛も学ばなければ育たないとエーリキ・フロムはその名著愛するということの中で繰り返し解いていますさあ女性たちは気づきました食料と安全だけでは生きられないと。 今こそ男性たちが愛について学び、練習し、熟達する道を模索し、行動するときだと、その必要,必要を迫られているのだと思います。なぜなら、食料も安全も大事。でも、愛がなければ生きられないのですから。 はい竹永さんのお言葉でしたまあ本当にあの身に余るお言葉本当にありがとうございますあの竹永さんには本の出版の前にゲラをねあの送ってこのあとがきをあのいただいたんですね今どうされてるんでしょうね当時あの本当にマザーリングファミリーナーシング研究所代表ということで大活躍をされていますねでこの方もあの離婚されてで あの、再婚して幸せをあの掴んだという方ですね。だから、離婚する人の気持ちもよくわかるし、再婚して幸せを掴んだ人の気持ちもわかると思います。そしてね、この本当に2005年でしたけども、もう、 水も安全も愛もただな時代は過去のものって2005年でしたけどもう2011年東北大震災があってあのペットボトルの水が飛ぶように売れたんですよねでそれまでは私もあの水道の水を飲んでいましたけれどもあの時からあのペットボトルの水を買ってあの今も飲んでいますまあ海外に行くとね、まあ、フランスでさえ ペットボトルなんですよねなぜかというと香水だったかなだからちょっとお水が硬いのでお料理に向かないのでペットボトルの水をあの買ってますだからそういうふうに考えたらヨーロッパでも水道の水を飲めない国もありますし、まあ、まあインドなんか絶対飲んじゃダメですねあのペットボトル海外行くとだいたいあの水道の水ホテルの水も飲まないでくださいっていうふうに注意されますねあのペットボトルの水を飲んでくださいって言われますでインド 中でもペットボトルもね偽造があるのねだからあの水道のお水を入れてペットボトルで売ってるあのお店もあるようでそこはあの気をつけてくださいねっていう注意があの昔聞きましたけどねだから水も安全もただでは買えないんですよねそうあのもう国家保障のね問題を考えたらあの日本もそろそろ あの自国の安全は自国で守るという意識を、ね、持った方がいいですよね。ウクライナの、えっと、軍事評論家が日本に対するアドバイスとして自国で、あのー、武器も作れないと危ないですよということを言ってくれています。ということはね自国,に自国を守る軍隊がないということは、まあ、戦争は私も反対ですけどやっぱり誰が。 日本人を守りますかということですよね。外国の人が命をかけて日本人を守りますかアメリカの軍隊が日本人を守りますか守らないと思いますよ。あなたはどう思いますかということで、ね、安全も水もただじゃないということを、ね、肝に銘じていただければと思います。そして人はやっぱりパンのためだけでは生きられないの。愛が一番大事です。 愛する人と共に幸せに暮らしていけるのがあの一番最高に幸せかなと思うんですけれどもでも人の気持ちは変わりますよね。だから愛を育てていく どういうふうにしたら育てられるのかなってね、あの本当にエイリヒ・フロムがいいこと言ってますよね、愛とはその人と責任的に関わる芸術的技術であり、どんなゲームを学習し、練習し、熟達しなければならないように、愛も学ばなければ育たない。 とととエイリキフロム愛すするいいうことで言っています私もあの大学時代は社会学専攻だったのでこのエイリキ・フロムさんの本はよく読みましたよ。自由からの闘争第二次世界大戦が終わった後になぜあの人々はねあのヒットラーに傾倒していったかっていうことをねあの 本で、えー、自由からの闘争という本で書いてますね,ね愛するということもうぜひもし読んでいなければあの自由からの闘争愛するということ at K. フロムの著書は名著でございますはい、私も学生時代に読みましたけどまあ何度読んでもいい本だと思うのでぜひ読んでいただければと思いますはい えー、そ,そ,とろそろそろですねあ,のあと後書き私の後書きであの終わってしまいますだから明日のロードクライブで終わりですはいぜひねあの読んでみたい方は私離婚します妻たちのつぶやき森本和子著アースメディア発行ですあのまあ今ねあ2005年に出版した本ですけど今あのこうやってロードクライブして最初から読み直してもまあ 名著とは自分では言いませんけれどもあの時代の変化はやっぱりねあの離婚という ことをテーマにしてあの時代の変化をしっかりと私切り取れたんじゃないかなと思いますだから今あの令和のあの離婚事情をドキュメンタリーであのインタビューしてまとめても結構面白いかなとこの時とまた違うあの答えが返ってくるのかなっていうふうには思いますはいあのよぜひあの 楽天、アマゾンなどでご購入できますので、私離婚します。妻たちのつぶやき。はい、読んでいただけたら嬉しいです。またコメントやいいねボタンを押していただけて、いいねしてくれたら嬉しい。私の励みになります。はい、明日ね、皆さんも連絡、あの、朗読ライブ参加してくださいね。後書き読んでいきますよ。もうそれで終わりですからね。はい、それでは今日は終わりです。私はこれから新宿のノアスタジオでレッスンに行ってまいります。 はい、皆さんもね、あと数時間、今年あ、今年だって今日数時間ね、何時間あるの ?6 時間、7時間ね、12時まで、あの、有効に生きてくださいね。それではまた、作家でヨガ講師、カコでした。さようなら。